信号65、制限65。こちらは当設指令です。指令から河川国防護無線発砲についての情報です。現在これは池袋新町もありますが、防護無線が発砲されています。防護無線受信中の人はその場に停車をしてください。指令から河川国防護無線発砲についての情報でした。こちらは凍結指令です。指令から埼京線防護無線発砲についての情報です。これは埼京線では板橋付近におきまして公衆立ち入り防護無線発砲と判明いたしました。山手の温泉には支障ありません。防護無線を受信し停車をしておりました電車は受信中25キロ間、受信終わりましたら途中速度で運転を再開してください。指令から各乗務員に埼京線防護無線発砲についての情報でした。お客様にお知らせいたします。先ほど埼京線板橋駅付近で人が線路に立ち入っているとの情報があり停車いたしましたが、山手線の運転には支障がありませんので運転を再開いたします。お客様にはお取りの大変ご迷惑をおかけしました。まもなく巣鴨に到着です。こちらは当日指令です。指令から埼京線防護無線福井についての情報です。埼京線では板橋駅付近におきまして公衆立ち入り防護無線が発砲されておりましたが、安全の確認が取れまして防護無線は福井となっております。各乗務員所定運転の継続をお願いいたします。指令から埼京線防護無線福井についての情報でした。Yes.